はい、皆さんこんにちは。ファミツアップ編集部のターザン・ババゾンです。そしてファミツアップコリアカンタイガー桜井です。あのファミツアップコリアカン山本です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はあれだよ。何ですか。星5確定ガチャ。何それ。何それ。何それ。引いたろ。そんなのあるの。そんなのあんたちゃんも引いただろ。記憶がの何出たスズラン。ああスズランね。ああいいじゃんいいじゃん。なんかタルタルの代わりにいっぱい出てきたやつ。やめろ。はい。僕はサキバスです。いいですね。最初のやつね。いい悪魔シリーズ、ね。うん。3体目。小川さんは？これオシリス。あ、オシリスね。バウンドゥ。バウンドゥね。バウンドゥ。いやなるほどね。いや、みんないいな。でも、俺が欲しいのは、トニー緑川。違うわ。ラファエル。違う。ブンブンの人だと。違う。俺が、エクリプス。エクリプスは、これ、リアル、データリセットする前に、はい、多分一番最初に、引いたレベルで出た、うん、エクリプスの。じゃあマーリンとか。マーリンね。マーリンも懐かしいね。違う、でもマーリンとかじゃない。俺が欲しいのは、欲しいというか帰ってきて欲しいのはラファエル。ラファエル。あ、やっぱり予想通りだった。やっぱ大天使はやっぱね。でも消えたじゃん、あの日。俺の端末からさ、虚空の彼方に消え去ったじゃん。そうですね、うん、まあ、データとしてどこかに残ってるかそう。まだその辺多分浮いてるからさ、そろそろこう現実に戻したくないと。現世にね戻したらかわいそうだから。でもね、違うんだよこれさ。俺ちょっとショッキングな出来事があって、編集部で俺の隣に八尾さんね、はいはいはい、七転び八尾先生っていうね先生人がいるんですけど、八尾さんがラファエル弾いてたのね。あ、確定ガチャで。じゃあ在庫切れたかもしれない。じゃあだからラファエルさ出るとこ間違ったんじゃないかって言ってたの。ああ、なるほど。ちょ、もう一個隣の席が俺だったからちょっと間違えたのかもなと思ってね。そういうのある。やっぱ隣の席の人が引いちゃったら、あ、まあ匂いは多分ちょっとあったんだろうね。ババゾノさんの匂いが。ラオスさんの匂い映ってた。そっか。ラオスさんにね、俺のラファエル売っちゃった可能性もあるけど、いや多分それ俺のじゃない可能性もあるから、まだ捨ててない。え、でも、はい、ババゾノさんのラファエルは僕の端末にいるんで。違うわ。それまだ俺のラファエルの何台の。すごい4分の1ぐらいのラファエル。4分の1だったらもう全部脱落。薄いだろ、ちょ待って、もうじゃあ、はい、でもね、はい、俺は別にマフージはもう俺もうお腹いっぱいなのね。ポルトス。ポルトス。そうだよね、ポルトス。マフージはもうアリババとかさ、春足とかさ、いるからさ。ベレセンもね、うん、あ、そうそうそう。もう俺もうマフージお腹いっぱいだから。ポルトスでしょ。ここでポルトスいったらマフージコンプいや、なんか強化されてた感じあったけどさ。いや、強いですよ、強いです、強いです、強いです。いや、もう俺マフージいいわ。どんだけ俺ノーマルクエストいってんだろ。次もね、魔族キラーだけどね、うん、ああいや、そもそもだ本命ラファエル、本命ラファエルね、はい、うん、次は2位ね。俺もうあんまりさ俺もうガチャリアンのこと考えてないの最近、もはや、はい、なるほど。だから2位何欲しいって言われてもね、別にないのね、これ。うわー、これ悟り開いてますね。そうそう、全部じゃあだから被んなきゃいい、とりあえず。なるほど、なるほど。被ったらもうほんと俺ね俺もう俺そのカメラ叩き割るかも。そしたらね、音量注意ってコメント書いて書いておいた方がいい。俺もうモニターボッカーンってぶち抜くから。でも小僧さんが持ってるガチャゲンって全体の 6% ぐらいかな、うん、あ、いやもうそうね、だから確率的に言うともう被りったらもうミラクル中のミラクルだから。まあ9割型新規が出ますよ、うん、本当これで、ね、でもそういうこと言ってるとそうなる。フラグ怖い怖い。じゃあ引きますわ、ベルゼブ。いや俺もうね変なポーズとか引かないから、これも確定してるわけだからさ。あ、うん、確定させるためのキツポーズだったんですね、うん、あれは。そう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 。じゃあちょっと待って待って待って来い。じゃあ詳細見とこう。アリババ来い。何出るん。じゃあ俺はガブとかも出るんでしょ。出ます。じゃあルシファー願います。あ、ルシファーね。ルシファー、ダルタニャン。ダルニャンもいいね。ダルタニャンいいっすね。うん、チンハン、チンハン。祈んない。限定。チンハン。祈るな、祈るな。寄ってくるだろ、チンハン。チンハンのボール、うんってなったら。チンハン先生ボイス忘れた。なんだっけ。チン。チンハン。ダイレクトすぎるだろ。引けもんじゃない。じゃあ引きますわ。はい。頼む。頼む。ラファエル帰ってきて。祈り。じゃあ、あれ？あれ引っ張れたけど大丈夫ですか？これ。いやいやいや。え？これ
大丈夫大丈夫ですか。あれ飛行待って、待って待って、そんなのあんのないだろ。こっから外れるとかあんの。これ意外と普通になんか佐護城とか出てくる。どうなってんだよこの俺のだけ、おかしいだろ。よーっつって。じゃあいくよ。はい、ストライクショット。もうちょっとまず見ない。じゃあ我々の反応でね。ちょっとリアクション少ね。いや、あんまね反応しすぎてもあれかと思って。そうだね。なになに、誰誰。でもだいぶいいっすよ。うん、いい。あ、悟空さんね。うん、悟空さんねこれね。うん、あー、はいはいはい。悟空さん。だいぶいいっすよ。だいぶいい。確かに確かに。あ、そっか。でもあんまり俺悟空ってさ、そもそも使ったことないからわかんないけどさ、はい、あ、スピードアップの方はわかるんだけど、これね、SS って何？号令です、号令、号令です。あ、強いじゃん。神化は、普通に高倍率の号令に、爆発スピードアップ、耐性持ち、ダメージオール、強い。あ、そう、普通に当たりっす。うん、普通に超強い。普通に超強いです。あ、そうなんだ。俺もう使ってなすぎて、こいつが一体どんな能力なのかさっぱり分かってなかった。で、進化がね、飛行アンチ重力です。え、違う？飛行アンチ重力の、ワンウェイレーザー EL 砲撃型。えで、SS レーザーがアポロ X 並みに強い。うん、あ、マジで、うん、え、めっちゃ強いじゃん。いや、めっちゃ強いじゃん。強いっす。しかも、あ、でもそっか、これ何、じゃあ重力とダメージオール、その進化神から使い分けるってこと。そうですね。あ、そういうことか。どっちもめっちゃ強いっすよ。あー、俺あんまりさ、アンチダメージオールのさ、火のやついなかったから。あー、じゃあ、落とすね。そっちにしよっかな。ハクは、ハクは、ハクは、こいつハクは適正。ハクは適正。はいはいはい。え、強いじゃん。いや、よかった、危ねえ。おはようございます。俺一瞬ちょっと静かになったけど、全然強いじゃん。そうそうそう、僕はマジで強いじゃん。あ、よかった。でもまあ、よく言えば可愛い女の子がよかった。まあ、まあ、汚いおっさんじゃなくてよかった。これ男っすか。これだともうね、腹筋バキバキだもん。おっぱい出てる。うん、出てる。出てる。これ、そこで判断するんだよ。出てる。あ、よかった。うん、あー、そういうことか。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、やっぱ俺のラファエルは、まあでもやっぱ八百さんとか言ってたんだ。そうですね。まあ、そういうことっすね。そう、取り返さないぞ。取り返さないと。いつ帰ってくるんだろうな。そうね、いや、いつかね。やっぱ水の遊園引くしかない。いや、でもね、オーブ溜まってきてるから、はい、まあ、また近々なんかあればね。そうですね、引きたいけどね。今いくつぐらいですか。今俺64個ぐらいあると思う。あ、今10連いきますね。やめなかった。いつ引くの。いや、だってほら、え、今重心さんやってるって。やってます、やってます。あ、やってるんだ。いや、終わった、終わった、終わったでしょ。終わりました。じゃあ、グリーンファンタジー。あ、そうだ、グリーンファンタジー。グリーンファンタジー。お、やめろやめろ。お、これじゃん。これ誰、その原監督誰。原監督、これ強いっすか。まだまだやめとこう、はい、俺やっぱそういう欲にまみれてないから。まだ引くべきではない、うん、今は違う、まだその焦る時間じゃないから、はい、うん、時は道ないと。じゃあ悟空は育ててください。悟空は育てるね、はい、あと信長もちゃんと育ててください。そう、俺しかもね、俺言ってなかったかもしれないけどね、ダイヤモンドの神化させたから。おお、ああ素晴らしい。これでイザナギ倒せる。倒します、ね、もう倒したけどね俺。さらに楽になる。そう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 、まあ、なんでしかも防御アップがさ強いじゃん。あ、強くなりましたね。うん、だからね、サブは強くなったのかな。なおさら強い気がするけど、上がってるかもしれないですね。なったメインはあ、なってないか。え、何なったんじゃないの。最初だってあれもなった。でもダイヤモンドってなんか情報修正されましたよね。うん、じゃないっけ。全然防御アップって全部そうなったんじゃないの。なんかティアラシステムになったんじゃない。わかんない。サブはちょっとまだ試してないです。まあ、じゃあ曖昧なことは言わないようにしておきます。はい。はい、ということで一回洗ったでしょうか。あ、よかった、もっと、うん、ちょっともっと使ってからあのスリュー強いよってみんなにあの、ね、言うから。僕の良さを見せてください。そうそうそう、まだ俺あのふんってなってるから、うんうん、使ってね、あの皆さんに紹介したいと思います。はい、ということで一回洗ったでしょうか。いつものようにこの辺でね、PC からご覧の方はね、登録のボタン出てると思いますんで、ファミスアップチャンネル気になった方は登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方はこの下の方に登録用のね、あのボタンとか URL とか出てると思いますんで、気になった方は登録してみてください。そしてニコニコにファミスアップニコ生部かっこベータが出てきてますんで、こちら気になった方はお気に入り登録してみてください。入会はまだですね、はい、なのでシャリシャリってなってる。剛毛だからいいっすね、はい。
ということなんで、ぜひご覧ください。はい、ご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。まだね、ババゾンさんの無課金プレイ続いていきますんでね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。